日本東京都杉並区上井草上井草は東京都杉並区の地名。現行行政地名は上井草1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は167-0023。杉並区の北部に位置する。町域の北部は西部新宿線を境に、井草に南部は早稲田通りを境に今川と接している。東部は カンパチ通りを境に、下井草に接している。また、町域西部は、練馬区関町南、上石寺南町、下石寺に接している。かつては、町域内を、ほぼ東西に井草川が流れていたが、現在は暗渠化され、稼働場を利用した遊歩道が整備されている。町域内の多くは、住宅地として利用される。町域内には、スポーツ施設として、 上草スポーツセンターが置かれている。ここは、かつての上草球場であり、戦前のプロ野球団の東京セネターズの本拠地として知られていたが、後に上草球水所排水地となり廃止された。排水地の跡地に立つ上草スポーツセンターに向かう、形で、早稲田大学の上草グラウンドがある。このグラウンドは、 ワセ田大学のラグビー部が使用しているグラウンドでもある。アニメ制作会社のサンライズがあることから、機動戦士ガンダムを町おこしとして使用している。域内にあるイグザ遺跡からは、縄文時代の土器や石属、石符が出土している。1940年に行われた発掘当時、この遺跡で発見された縄文土器は、最古の土器であり、縄文時代早期を代表する。 井草式土器の標識土器となった。上井草という地名は、江戸時代の多摩郡上井草村の流れを組む地名である。江戸時代初期に井草村が分割され、上井草村と下井草村が成立した。ただし、江戸時代の上井草村の範囲は、現在の上井草の範囲とは異なっており、より広い範囲を指した。現在の今川、善福寺、桃井、上尾木四丁目。 上井草の西部、西尾木北の一部が、かつての上井草村である。現在の上井草の東部は、江戸時代には、下井草村の一部であった。江戸時代には、上井草村の別名として、地の井村という名称も使われていた。武蔵名称図によれば、もともと、欧園、小園という地名があり、土地の人々が、溶水に用いる沼地を、お園井と呼んだことから、地名にも、 命を加えたという。全福寺公園にある全福寺池は、千ノ井と呼ばれ、井草八幡宮は千ノ井八幡宮と呼ばれていた。1889年の町村静止校により、上井草村、下井草村、上小木久保村、下小木久保村が合併し、東多摩郡よ木村となった。 1896年に東多摩郡は豊玉郡になり、ヨーギ村は1926年にヨー町となる。1927年には川越鉄道村山線が開通し、上江草駅が開業する。1932年豊玉郡ヨー町は東京市に編入され、杉並区の一部となる2017年12月1日、現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には西部新宿線上草駅が置かれている。東部では余木駅、西部では上石寺駅が近い。サンライズ本社サンライズなどをはじめとしてアニメ制作会社が多く存在し、ゆえにアニメの街として知られている。また、 それらの各制作会社の作品の中に神草という地名が出てくることが多くある。ありがとうございます。